東レは炭素繊維を車体に使った電気自動車を3億円かけて試作し、東レ先端材料展2011で一般公開しました。軽くて強い炭素繊維を多用したことで車体を軽量化し、低燃費で衝突安全性の高い車を実現しています。このコンセプトカーを作ろうとした最大の狙いは、やはり我々の持っている素材、特に炭素繊維複合材料で、軽量化ですとか、安全性だとかいうものを実際、車としてどういう形で具現化できるかということを、まず車を作って、試してみようという、実証実験ということでこの車を作りました。このコンセプトカーは2人乗りのオープンカーで、最高速度は時速147キロ、一度の充電で185キロ走行可能です。設計は F1 マシーンを手掛けるゴードン・マレーデザイン社によるものです。電気自動車のツーシーターのオープンでなかなか比較するものが難しいんですけども、仮にですね、これを4シーターの市販車なんかと比較いたしますと、炭素繊維で作ることでだいたい総重量が3分の2ぐらいに軽量化できると。実際にこの車は、重量が846キログラム、そのうちの、リチウムイオン電池が占めている分が220キロございますので、車体はそれ以外の分ということですが、600キロ強というのが車体の重量になろうかと思います。炭素繊維は軽さや強さのほかに高いエネルギー吸収能力を持っており、これを生かしたクラッシャビルゾーンと乗員を保護するサバイバルゾーンで車体を構成することで、衝突時の安全性を確保しています。クラッシャブルゾーンというのは、車が衝突したときに壊すことによってエネルギーを吸収するゾーンでございます。我々シミュレーションと合わせて実際の、その部分の衝突試験もやって、その関係を、検証しております。でサバイバルゾーンの方につきましては、モノコック構造というのは、ここは衝突があっても壊れない部分として作っております。そこで乗員を保護する。炭素繊維は鉄と比べて高価なため、量産するにはコスト面で課題があります。ただ炭素繊維は一体で成形できるため、部品数を減らすことができ、生産の効率化につながる面もあり、東レは2015年以降自動車業界への本格供給を目指すとしています。これはあくまで素材メーカーとしての東レのコンセプトでございますので、実際ここから先はですね、車作りを実際にされているメーカー様と一緒になって、実際の車としての展開をですね、一緒にやっていきたいというふうに考えております。